はい、皆さんこんにちは。ちょっとご無沙汰しておりました大塚進です。本日、令和3年の今日は8月の10日かな、10日火曜日、今ね晴れ間がずっと出てきてですね、雲がぐんぐん流れて天気がいいんですけどね、先ほどまでこちら桂尾村はですね、小雨混じりの大変寒い一日、寒い朝でですね、風が強くて、今台風のようなね風がボーボーと吹いております。で晴れ間が出てから暖かくなりましたけども、本当先ほどまではね寒いくらいで、あれもう秋が来ちゃったのかなという感じでね、さすがに山の天気というかね、高原の近いのでね、その天気だなと思ったんですけど、今ちょっと夏の日差しが出てきましてですね、セミが一生懸命鳴いていましてね、私も今日はもうすぐちょっと12日にねコンサートが予定されておりまして、できるだけ準備はしっかりしたいと思いましてですね、少し練習したりしました。一区切りついてですね、今ちょっとお昼過ぎですね、午後ですね、庭に出てちょっと休んで遊んでるところですけど、うちの新しい家族のにゃんこゆかちゃんって言うんですけど、今ご飯食べてですね、ちょっと私ずっと面倒今日見れずにね、一人で遊んでたんですけど、ちょっと一緒に庭に出ましてね、今遊んでるところです。はい、元気だね。はい、よいしょで、元気よく遊んでます。だいぶ風も治ったみたいでね、まだちょっと目やにが出てくるんだけど、だいぶ風が治ったみたいで、普通に元気でやってます。ピコピコね、もうあちこち走り回ってますよね。メスの女の子なのでね、そのせいかどうか、大変穏やかな性格で、全然おっとっとっと、こうやって見るとやんちゃな感じがするんですけどね、とてもおとなしくて穏やかで、いい子だと思ってるんですけどね。昨日面白いことが一つ、個人的なことですけどね、面白いことがありましてね、鳥のね、野鳥のね、ヒナが昨日は雨模様で非常に雨も強かって、強くてね、荒れた天気だったんですけど、ずぶ濡れになってね、ヒナがね、地上に降りてね、動き回ったり走り回ったりピッピを鳴いたりしたんですよ。で、私何の鳥か分かんなかったので、あれ困ったなと思ってね、で、とりあえずそっと捕まえてみたらね、全然怖がらずに、普通に捕まえることができましてね、しばらくそれで、餌をあげようとしてね、ミミズをあげようとしたり、いろいろやったんですよ。で、あんまり恐れないでね、非常にその鳥のヒナもいい子だったんですけどね、どうしたもんかなと思ってね、場合によっては巣から落ちちゃっても親が育てられないんだったらね、なんとか面倒見てあげるしかないかなという気持ちもしてたんですけどね、しばらく経ったら上の方でね、親鳥つがいでね、ピュッ鳴いてんですよ。で、後から分かったんですけどね、これヒヨドリなんですよね。ヒヨドリのヒナがですね、下に降りてたんですよ。で、私は最初ね、巣から落ちちゃって、もうこれは自力で生きていけないのかなと、そういうふうに、誤解していたんですけど、ちょっと調べてみましたらね、このヒヨドリというのは、もう巣立ちの時期になるとね、なんていうんですかね、練習するらしいんですよ。で、あちこちとちょっと飛び回ってはね、地上に降りたりして、で、また戻ってというようなことをね、少し繰り返して親鳥がね、そばで見ててあげたりする、そういう性質らしいんです。そういう習性らしいんですよ。で、後からそれは分かったんだけどね。それで、最初ずぶ濡れでもうかわいそうだなと思ったんだけど、しばらくね、抱っこしてあげるというかね、手に乗っけてあげてね、全然恐れないんでね、手に乗っけて温めてあげてたらですね、乾いて元気になった感じでですね、そしたら、外からね、親がピッピーというかな、親が泣き始めてですね、それに反応して、そのヒナの方もね、反応してですね、で飛び立とうとしてですね、じゃあこれは戻るのかなと思ってね、手のひらに乗せてね、手のひらに乗せてずっとその親鳥のところに見せたらね、思い立ってね、そこまで、ね、もう一回飛んで帰りました。なんで短い時間だったんですけどね、ちょっと面白い経験をしましたね。場合によっては育てたいなという気持ちもしたんだけど、自然に帰ってしまいました。そんなことがありました。はい、であと、コロナワクワクのことはもう相変わらずなんですけどもね、だから特に今日このことってことはありませんけれども、
すでに公の発表だけでもね、900何十何人ですかね、1000人近く亡くなられてるということでですね、まあ、実際にはもっともっと多いだろうということなんですけども、そういう状況なんですけどもね、皆さんよく調べてね、よく情報を得てしてやってほしいなということはね、常々思っております。まあ、そのことはまた今度ね、もうちょっと情報を得たらまたまとめてお話ししたいと思います。ということで今日はね、すごい天気だね、やっぱり山の天気だね、少し風をこれでも収まってきたんですけど、さっきはすごくてですね、本当に、嵐みたいな天気ですよ。じゃあもう一つ最後映してあげようか。よいしょ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 、抱っこしてほしい。よし、じゃあそういうことで、コンサートはね、コンサートのことなんですけども、まあ、話戻っちゃいますけどね、まあほとんどの方が初めてのようでね、歌の方々のコンサートでちょっとパンフルートの紹介という形でね、演奏させてもらうという形になりそうなんですけども、まあ、できるだけパンフルートの良さをね、聞いていただきたいなと思っておりますけど、自分なりにはね、多少なりとも課題がありましてね、今回は曲は言ってみないとね、完全には決まってないんですけど、一応ね、この間もちょっとやりました、バッハ大先生の、目覚めよと呼ぶ声とですね、それからもう一つ、ビバルディ大先生のですね、有名な四季より春のね、春をちょっとその久しぶりにというかね、やってみようかなと今思ってるんです。まあ状況によってですけどもね、まあ少し自分なりにね、チャレンジをしてみたいなと思っておりますよ。ということで、また連絡いたします。それでは、福島県桂尾村からね、お伝えしました。では、ありがとうございました。さよなら。